おはようございます、釣り子 TV です。本日のルアーこちら、ラインスラックのパニックジャックですね。まずはこちらをご覧ください。釣れない、超釣れそう。ちょっとボイルしてくんないかな。おしゃ、パニックジャック、よいしょ。はい、12月も中旬ということでね、徐々にねシーバスは抜けてきているんですけど、まだまだ釣れておりますよっていうことで、そんなタイミングで活躍してくれたのがね、このパニックジャックね。トップウォーターでね、こうデジ巻きでパニックアクションしてくれるよっていう感じのルアーなんですけども、いやーね、見ていただいた通り結構小ぶりな正誤サイズがね、後半のね、一時ね、ちょっと入れ食いみたいな感じで、まあ小さいんですけど3連発したよっていうことで、何が動画にしたかったかっていうと、ああいったね、小型サイズがしっかりと食ってくれるルアーっていうのはね、ほんとね、案外ないんですよ。結構いろんなね、ルアーとか一回やるんですけども、追ってくるけど食わないとかね、そんなことが多かったりするんですけども、ちびっこサイズとかがしっかりとね、フックアップしてくれるね、レンジがバッチリ合ってる証拠ね。で、シーズンの初期はね、先ほど あったクロームカラーなんかでね、フッコサイズとかスズキサイズとかね、よく反応してくれていたんですけども、それはまあデイゲームで、もうもろにね、ボイルしてるタイミングとか、そういう時にね、結構活躍してくれたんですが、今回たまたま夜使ったのがね、こういう、クリア系のカラーなんですが、ちょっとね、釣りづらいなっていうタイミングで、見事ね、3匹ほどね、ちゃんとフックアップしてくれたんで、これはね、ご紹介したいなと思いまして、シーズンのね、後半になってくるとね、だいぶ、その時のベイトのサイズとかにもよるんですけども、これちょっとね、小ぶりな感じのがね、がぜん効くようになってきたりするタイミングがあるんで、前だとドック X のコアユとかではめてたかな、ね、そういった魚、冬でもトップウォーターで遊んでくれる魚いないかなと思ってね、放り込んでみたところ、このパニックジャックのね、パニックアクションが、うまいこと合ってくれたということで、動画にまとめてみました。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ラインスラックのね、パニックジャック、これをね、冬の、シーバスに投げてみたところ連発したいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。